はい、じゃあということで、はい、まずこの J リーグエキサイトステージ95見ました。何年前ですか。だから95だから23年前。もう23年前なの。じゃあいいっすか、これまず。はい、どういうルールにします、これそもそも。え、何ルールって、サッカーじゃないの。いや、でも全部やったら長いっすよ、だって。あ、そういうこと。そういうこともあります、はい。いや、もうだいぶなかった、今準備するまで。一瞬でしょ、1試合とか。え、でも1試合でも多分前後半10分10分とかあります。え、3分って書いてあったよ。結構長くないですか。6分でしょ、うん、多分このトーク終わってる頃にはもう終わってるぜ、ゲーム。いやいや、まあでもね、うん、何がしたいんですか、おすすめは。短くするとわかんないですけど、1点入ったら勝ちとかも。あ、じゃあそうしますか。最初からサドンデス。サドンデス、最初からサドンデスですね、はい。それのやっぱね、お互いチャンスがあると思うし。何これ、バーコードバトラー2とか、こんなんできたんだ。選手のカードが入ってて、へえー。いや、なんか僕は勝てな気がします、全然知ってないからちょっと待って、ちょっと待って、やり方だけ教えてくれる。いや、 A がパス、 B がシュート、それだけ。嘘だよ、絶対嘘。スーファミにおいてそんな AB だけですか。あるわけないでしょ。いや、もう最悪 A だけ押してれば。あなた今苦戦してますよ。じゃあ最悪 A だけだったら藤さん A だけね。藤さん A だけで俺全部使うから、これで1点選手でいきましょうか。そうですね、選手いきましょう。あ、いいんだ、いいんだ。じゃあ本当に A だけ、僕 A だけ、 A だけで。それはやめましょう、さすがに。なんでなんで、今そう言ってたじゃん。B だけでしょ、 A パスで B シュートだから。あ、そうなんですね、うん、じゃあ僕 B だけで、 B だけ、うん、B だけで。じゃあ俺アントラーズ取るから、藤田さんは、うん、はい、決めていいですよ。ガンバじゃない大阪、ガンバじゃない大阪、セレッソ、セレッソ。この時どう、何が強かったんですかね。95年強い時は強いんで、やっぱり多分ずっとアントラーズ使ってるっていうか、ずっとアントラーズ好きなんで。アントラーズはでもアルシンドがいた時は強い設定になってますから、ね、確かにこれアルシンドいねえ。94の時にアントラーズ強かったと思います。うわ、いないわ。うわ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 、そんなことする。セレッソ大阪95人、トニーニョってなんか聞いたことあるんですけど、ここは知らないですよ。誰も知らないね。俺でも一応知ってるんですよ、長谷川、レオナルド、黒崎、サントス、石田、石井知らないけど、本田、相馬、ジョルジーニョ、秋田で古川、これ知ってるんですけどね。あ、当時じゃ J リーグが開幕した時から見てる。そうそうそう、でサントスの T シャツを着てた。あ、じゃあ本当にアントラーズ好きで。好きだったんです。サントスは今何してるんですか。畑でなんか耕してるんじゃないですかね。懐かしい。ちょっと待って、本当 B だけだぞ。本当 B だけだぞ。おい、怪しい動きしたら分かるからな、こっちも。おおお、どんどんボードが戻っていく。これはちょっと説明をすると、どっちがどっち。俺が赤、アントラーズ左と、はい、僕がセレッソで右。あ、タックルされた。タックルって、タックルって B ボタンなの。そうそうそう、あー警告された。あー、よしよしよし、イエローカードが残ってるみたいな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。あ、そうか、これ、そうか、これイエローカード、レッドカードちゃんとあるんですよね。やばいやばい、押されてる、ちょっと待って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 、いや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 、押されてる。これでもどう入れたんだっけな、ところで。やべ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 、やったやった、ポトッといった。やべ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 、早い早い、やべやべ、これやべ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 、あー取った、こいつ、あやべ、あーもうやべ、自殺戦だ、オウンゴールだ。これオウンゴール、そう、キーパー操作できないのに。マニュアルだぞ、マニュアル、いや、マニュアルですよ。え、マニュアルなの。今飛んじゃって、だってオートのキーパーだったらさすがに今は取りますよ。だよね、ジャンプしてる。あ、でも操作わかんなかったら、これさすがにもう一回いきます。ちょっとマニュアルやめよう。タックルが Y と、タックルが Y、 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 でも Y は取れる確率高いんですけど、ファールになるからすごい高いんで、ちょっとタックルしよう。あ、タックルしたわ、ね、さっきあなた タックルしただろう。してない、さっきあなたタックルしただろう。で、あとポンとヒールリフトがこことここっすね。あー、思い出した思い出した、こんなんあった、こんなんあった。あ、確かにマニュアルになってる。オートにしたいね。じゃあ僕マニュアルで、はい。じゃあもうこのままいきますか。あ、オートにしようかな、俺も。おい、もう思い出しましたもんね。まあ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。よっしゃあ、
あ、結構でも動きが滑らかになってる。しゃあ、こらーこら行くぜ、ほらー。で、怖い怖い怖い。でも、お互いキーパー、まあ、オートなんで。マニュアルなんでね。マニュアルオート。あ、べべべ。ほらーほらポトッと。おっしゃ、レオ様。レオ様。レオ様、しろってる。レオ様、こらー。すげえ、早い。レオ様。こにゃら。しゃあ、もらったもらってこれ危ない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 。しゃあすごい、早いですけど。もらった黒崎黒崎もらったらあーやばい、コーナー抜けた。コーナーか。やばいやばい、押されてる押されてる。よし、行くぞ、レオ。レオ。ここだおぉ、ボタン押せば入ってた気がする。オートのね、キーパーも意外と強いんでね。しゃあ、おいやばい。押されてるです。やっぱレオ強いぜ。ドリブルが速くないですか。多分セレッソ弱いんだと思うんだよね。俺、昇格したてだと思うんだもん。で、ボロボロになった気がするんですよ、この年。まあ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 、いいでしょう、それはそれで。それはそれでいい。よし、ここだ危ねえな、危ねえ。オートだからもう何とも言えないんですけどね。ああうん、危ない危ない危ない。確かに B でシュート。あ、やばいやばい、二人、二人いない、二人いない。チャンス、チャンス、レオ様、レオ様。大丈夫、大丈夫、取れる、取れる。しゃあ、しゃあ、これ。しゃあ、やばいやばいやばい、ああ、全然違うとこだ。なんかね、これサッカーには、サッカーゲームって違うんで、なかなかね、キー、ゴールの位置が、わかりづらい。おお、レオ様、あ、勝って、勝って、勝って。ディッ、ディッ、ディッ。やった。ドキッて言った、怖い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 。インターセプトなんなんだろうな。おら、レオさん、レオさん。はい、どうも。ここでタック。やったやった、メギさんがファウルを取りしましたね。これ、あれだな。まあ、全然あれでよかった。おお、はい、出るなこんな出るんだ。3枚出てますね、イエローカードも。やばいやばい。これどうしたらいいんだろうな。こうか。うん、いいぞ。古川っていうキーパー強いんですか当時。いやどうだったんだろうな、古川。おこれやっぱね、ショルダータックルがやっぱもう確実なんで。そうですね。お、来たやばいやばい、これ、おらやりました、勝ったわ勝ったわ、やっぱ俺ゲームうまいわ。マジか、じゃあこれ負けですね、僕ね。確かに、やりました、ありがとう、レオナルド。まあでもね、3本勝負なんで1本目は本当に上げてもいいってことは思うんでやったらね。そうだよな。